すごいですねチャット GPT の新機能 GPT 図これをですね僕もかなり取り組んでるんですけれども皆さんの方はどんな感じでしょうかもちろんチャット GPT のプラスという有料に入っていないとこの GPT 図というのは使えないわけですけれどもこんな便利になったチャット GPT 初期のチャット GPT を1 としたら僕の中ではもう100を超えるほどの便利さになったと思いますですから約3000円かかるチャット GPT も100分の1ですから30円これぐらいになった気持ちでいます皆さんもぜひ取り組んでみましょう今日はチャット GPT の GPT 図を使うにあたって皆さんの意見とか様子を見てるとですねもちろん こうやって僕のように動画を発信しているような人はもう僕以上に便利に使ったりというのがあるんですけれども普通の人に「じゃあやってみない?」とか「こんなに簡単だよ」とか言ってもなかなかそこに到達しないというのが僕から見てる皆さんの動向です どこか水面下の方ではどん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 伸びていってるはずなんですけれども僕の周りといった方がいいんでしょうかその人たちはあまり気づいてない気がしますでもでもですよ僕は23週間前に今までやっていました僕のメインチャンネルこれが今6,000数百人になってるわけですね 僕も一時 YouTube が全く伸びなかった10年間というのがあるんですね僕はコロナ禍になってから本気で YouTube をしたわけですそうするとグイ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 伸びていってくれて今6000何人というようなチャンネル登録になっていますそこで本この間までですね立ち上げたのはいいけどなかなかサブチャンネルって難しいなと思ってたんですが やっぱり新規の YouTube っていうのは YouTube が優遇して紹介してくれるという噂がたくさんあるわけですねようやく僕の動画もどこかでおすすめに載ってくれてるそんな感じがしてきました今僕のチャンネル登録者は67人ですそしてこの動画3日前に出した動画でちょっと音楽に特化してますしこの GPT 図はまだ皆さんには公開していません僕の友達とかそういう人しか使えないんですよねでもこんなに770回の閲覧が回ってるわけです僕のメインチャンネルはどうでしょうはいこちらがメインチャンネルです6450人の登録者で911人ということですから140人ぐらいが 上回ってるだけで新規のチャンネルでもライバルのように競り合ってくれてるこういうのが出てきましたですから皆さんも GPT 図をやったからってなかなかそんなうまくはいかないんだろうなそんなことを思う必要はないです今がチャンスですなぜならこの月末には GPT ストアというのができてくるということでもう噂が広まっていますそこでは いろんな使い方を提案できるということですので今日は皆さんに本当に簡単な作り方2つの例を見せてお話をしたいと思います今回は僕の仲間の音楽をやっている DTMR という人はプラグインとといいうのをとってもよく買います特に今はブラックフライデーセールということで海外から買うんですけれども何十何ドルといってもですね 円相場がかなり上下していますのでいくらぐらいかなまあ大体は分かってるんです10ドルと言われれば約1500円ぐらいかなというのは分かってるんですけれども A のサイトで買う時と B のサイトで買う時とどのぐらい違うかなという時に円換算というのをしますでも通常皆さんが Google とかで調べるのはこのように出しましてそして25ド ドルは円ではとか検索をしてでもすぐにはパッと出てないですよねこれ検索の仕方にもよると思うんですけれどもここでクリックをして150円ぐらいということが分かるこれが円の調べ方ですでも25ドルといった割にはですね今見たところは間違ってましたよねこれおかしいですよねじゃあこのサイト ここで見えてますけれども25ドルは約3770円ですここで出てましたね僕が見過ごしただけですけれども3770円これが今日の正解ですまあ何せですねいろいろ見るけどパッと簡単には出てくれないじゃあ GPT 図で作ればいいじゃないかという話ですこんな簡単なものから今日の第一のテーマは作ってみましょう GPT 図が使えるプラスの環境であれば画面の左にエクスプローラーというのが出ていますこれをクリックするとこのような画面になりまして新しい GPT 図を作るということになりますはいこのようになりました英語で聞かれますが僕も英語が苦手ですこんな時は日本語に直せばいいです新しい GPT の構築をお手伝いします ということで何を作りたいですかと聞かれましたのでここで入れるんですけれども日本語でやってるとうまくいかない場合もありますのでこの時は確認をしてですね検出された言語に戻してくださいそして聞くのは日本語でいいですですからどんな国の通貨でも入れるだけで本日の円換算で表示したいこのように入力します そしてこのボタンを押しますはい今度はまた聞いてくれていますが長文なんで日本語に直したいと思いますわかりました日本円のリアルタイムな通貨換算値を提供できる GPT を作成しようとしているのですね 要約するとこの GPT は次のことを行いますさまざまな世界通貨を認識し理解します現在の為替レートに基づいて指定された金額を日本円に換算しますまずこの GPT に名前を付けます円換算ではどうでしょうかこの名前でいきますかそれとも別の名前でいきますかということなのでもう一度検出された言語に戻して一発円換算でお願い というふうにします。今、構築をしてくれています。はい、電卓の絵が出てきましたね。こんなふうにできるわけです。もう一度確認してみましょう。でも、ここでヒントです。先ほどから僕は英語で悩んでましたよね。これは、ここで日本語でやり取りしてくださいと。このように入れるだけで、次からは日本語で、 言ってくれますはいこの画像でいいですかと出ましたのでここで OK というふうにしますこうやって日本語で「お願い」というふうに言えば日本語でちゃんと説明をしてくれます一発円換算がどのように振る舞うかについてまず最初に考えるべきことはこのの gpt 主な役割や目標です例えばどんな質問やリクエストに答えるべきか。 どんな情報を提供するかそういうことを書いてくださいということになっていますので円換算で表示したいただそれだけ単純な機能でいいですいろいろ聞いてきたりするとややこしいのでもう単純にそれだけでいいというふうにしましょうはいこの GPT は通貨換算のみに焦点を当てており金融アドバイスや過去の為替レートのデータの提供または話題外の 会話はしません正確な換算結果を迅速に提供しさまざまな国の通貨を扱うことができますユーダーの指定した通貨が認識されないまたはサポートされていない場合はその旨をユーダーに伝えますユーダーのリクエストに曖昧さがある場合は例えば外貨が特定されていない場合は想定をせずに明確化を求めますプロフェッショナルで事実に基づいたトーンを維持し正確かつ 役立つ通貨換算情報を提供しますこの設定でいかがでしょうか何か変更したい点はありますかと聞いてきましたのでこのまま OK このようにしますはいこんな簡単にビルダーというのは作れます使ってみて様子を見てくださいということで画面の右半分はそれを使えるようになっていますが画面の下の方が英語で表記されていますこれを直していきましょうその時には上の方にある コンンフィギュアというボタンを押します。これはもっと早い時点でコンフィギュアにしておいてもいいんですが左のクリエイトというのはビルダーとして会話型でできるようになっていますしこの右側のコンフィギュアという機能はもうそれを一つずつ設定していきますですから最後はこちらで確認をしてくださいここはリアルタイムカレントリーコンフィグなんとかって とかいう風に書いてますがこれも日本の方に使ってもらいたいですので日本語に直しましょうはいリアルタイムな円での通貨換算ができますこのように入れましたそしてインストラクションというのは別にこれは人に見せるものではないですのでこのまま英語のままでもいいですそしてここに4つのことがあります 100US ドルでは円はいくらですか このようにやってくれれば大体の目安がわかりますよね。これとってもいいですからこれを日本語にしましょう。このようなナビゲーションとっても嬉しいですよね。僕は気がつきませんでした。100ドルさえわかればほぼ他もわかるというのでこのボタンめっちゃ便利ですよね。そして今度は勧誘コンバート50ユーロジャパニーズ円。 ここは特にミュージシャンに出したいときは100ユーロでどうなのかなというのも思いますのでこれも直しましょうこれをコピーしまして100ユーロは日本円ではというふうに直しました次はブリティッシュポンドということなんですが僕がやりたい目的というのはドルかユーロにさえなればいいというのがありますのであえてこういうふうに消すこともできます 二つでやりましょう。いっぱいボタンがありすぎると分かりにくいかも分かりませんのでね。そしてキャパビリティというのがあります。ウェブブラウジングを使うのか、ダリーを使うのか、コードインタープリターを使うのか、まあ、あえてこの三つ全部指定しておきましょう。これで基本的には出来上がりです。たったこれだけです。皆さん、こんな感じで作ってみましょう。テストにここでボタンを押してみます。 百ドルの米ドルは日本円ではというふうにしました。時間がかかるのは本日の相場を見てるからです。はい、なんかエラーが発生しましたね。今日はリアルタイムが取れないというふうになっています。そしてここでは英語ですけれども、千百円というような昔の相場、これを言ってきてるようです。 こうやって右クリックするとそれがわかります。為替レートが1ドル110円の場合とかいうふうになっていますから1年ちょっと前ぐらいとかそういう時の話を言ってきているようです。もう一度聞き直してみましょう。もう一度ボタンを押してそしてサブミットをやります。証券所のようなところにつないでいるのかわかりません。完全な正確なリアルタイムこれを取ろうとしてるから こんな風になるんだと思いますまた同じようなエラーが出ましたこんな時プログラムを変えればいいわけです例えばこれを変えてみましょうもうこのついでに日本語になった方がいいですのですべてを選択してコピーしますこれを日本語にしましょうはいこれをコピーしますそして。 これを置き換えます。はい、日本語の方が分かりやすいからです。そしてここで追加をしましょう。もしリアルタイムが無理なときは、ここ最近のアバウトの情報で提示ください。このように追加をしまして、右のところのセーブというのを押しまして、そしてコンファーム、これを押します。これでもう一度やってみましょう。 はいエラーを回避しましまたねこのように大まかな数字で言ってくれますが100ドルが1万3000円ということでこれは正確ではありませんねまあでも正確ではないことをちゃんと言ってくれているのでこれでいいのかも分かりませんじゃあこれをもう一度ユーロでもやってみましょうこれも無理かなこちらの方もエラーが出たようですね 2023年の4月時点のおおよその為替レートですということですこのようにエラーが起こった場合はアバウトでいいよとかそういうようなプログラムの変更もできますじゃあ今度はもう少し高度なものをやってみましょう新しくエクスプローラーをクリックしまして新規の GPT 図を作ります今度は日本での野菜果物魚などの生鮮食料の 最近の平均相場価格を直近1ヶ月の表等グラフで表示したいこんな感じに相談してみますそして日本語で会話してというふうに最初からそのようにお願いしておくことにしましょうはい相場情報ヘルパーというふうに考えてくれましたが僕は「生鮮」というのを入れたいんですのでこれに貼り付けて「食代」の方がいいでしょうね 生鮮食相場情報ヘルパー、この名前でいきたいと思います何やら野菜やら魚がいっぱい出てきましたねこれは OK ですということにしましょうこの辺までできたら先ほどもやりましたようにコンフィギュアの方に変える方が僕は何度も作ってみましたが便利ですですからここで変えます このディスクリプションというところにどんな感じの内容でやりたいかというのが分かりやすいようにします生鮮食材の価格が分かる GPT チャットですこのようにしますそして今先ほどこのタイトルですけれども向こうが提案してきたのでこのようにしましたが僕は初めから決めていたことがありましたここは価格 .com というふうに こんな名前にしようと最初から決めてました主婦のための生鮮食材価格ドットコムこのような名前にしようと思います価格ドットコムというのが日本では流行ってますのでそのままだったらちょっと気になったところですけれどもまあこのようにやろうと思っていますそしてここのインストラクションズに僕のやってほしいことを書きましょう GPT は生鮮の価格を調査するアナリストです生鮮食材を一つだけ入力してくださいそのように聞きますその食材の日本での平均的な価格推移を直近の半年の情報でリストしてくださいその後グラフも書いてくださいもし正確な情報がブラウズできない場合はできる範囲でまとめアバウトな回答も可能としますこのように打ちます そしてスターターズの方には最近価格が上昇しているトマトというのでやってみましょうトマトの価格の推移を教えてというふうにしましたこのように代表的なもしくは最近気になっているようなものをここで入れておけばワンクリックでできるようになります他にもいろいろ考えられますよねですからそこらのところもチャレンジしてみてくださいじゃあ 僕としてはこれぐらいでまずはいいかなと思いますのでこれで保存をしましょうここでは一応 OnlyMe ーーということで自分だけなのかもしくはこの URL を知っている人だけなのか全員に公開するのかというふうに選ぶことができます一応限定的な公開にしますのでこのままにしておいてそして Confirm これでできるようになりました じゃあ、トマトの価格を教えてというボタンを押します。いろいろ分析してくれてますね。はい。 最近僕も家内と一緒にスーパーに買い物に行ったり母親をスーパーに連れて行くことが多いんですがトマトの価格がですね急上昇していることそれがずっと気になっていたんですよね今見るとですね900円日本における 1kg の平均価格の推移を2022年の1月から9月までのデータに基づいてグラフにしましたということですこんな風にグラフを 書いてくれるソフトがこんなにも簡単に出来上がってしまいましたプログラムはこんな4行だけですもうちょっと大きくして見ていただきましょうこれだけでプログラムが完成するこんな便利なこと使わない手はないですよ今まではチャット GPT プラスに仲間が入ろうという風に言った時にはうんまあ、色々これから新しいのも出てくるからねと言いましたが 今約3000円のチャット GPT+, プラスぜひともおすすめをしたいと思っています。そして、さらにもっともっと使っていく方法としましては、ダピアというソフトがあります。これは世界中で売られているワードやエクセルそういったソフトと連携ができるソフトなんですね。そのことをツイッターで オープン AI の社員さんだと思うんですけれどもそういうような人がですねこのように GPT ビルダーでザピアとつないでですねアクションをさせるいわゆる自動パイロットですねこれができるということでしたのでこれをうまく使えばこのようにやりながらですね4つのステップがあってそしてそれを GPT ビルダーショップで売れるようになりますよ というようなことでちょっとやり方とかを書いてくれたりしていますこんなザピアというようなソフトもフリーででも月間タスク100しかできませんけれども試してみることはできるのでですねこういうことも特に会社の場合はですね GPTs とかで聞いたことを自動的に Word や Excel でまとめるというようなことがいとも簡単にできてしまいますそれはこの下の アッドアクションというところから設定するんですけれども僕も今ちょうど勉強中ですのでこれに対しての情報もまた皆さんと共有していきたいと思っています今日は一発円換算ということと主婦のための生鮮食材価格 .com これを作りましたのでこちらの方はシェアしていただけるようにリンクも概要欄に載せておきますので ぜひ試してみてくださいそして人の試すだけじゃなくてプラスユーダーさんは自分でも作ってみることをおすすめしますアイデアさえあれば先ほども見ていただいたようにたった4行書くだけですそんな便利なものを皆さん上手に使って自分の AI 生活ヒントにして活用していってみてください僕の方は 音楽もやりながら過去のプログラマーだった経験を生かして AI のお話なんかを YouTube で展開しています。今後ともチャンネル登録などよろしくお願いします。まったねー。